ああ、これ戻れないよな、もう。そりゃ戻れないよな。痛い。どこ行ってもいじめられるんだけど。どうしたらいい？今、お料理できるものもないでしょ、なんも。あ？おっと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 ？チキン？チキン？チキン待て。チキン待て。チキン？チキン待て。チキン、チキン待て。チキン早い。早いよ、チキン。チキンってか、まあ、鶏だけど。わ、グールがいる。チキン。あ、この辺の風景見たらね、スカイリムっぽさがちょっと、あるんだよね、この辺は。ホワイトランドの近くだよって言われても、さすがに気づくか。だから、こういうコンクリートの道路が出てくるともう、スカイリムじゃないんだけど。え？銃声？でも誰もいないってことは、モンスター同士、またこの体力回復ない状態で戦いに巻き込まれてしまうの？あ、え、リベレーターレベル5か。町じゃない、ただの民家か。スコーチ、あ、スコーチ満載。随分とアグレッシブなリベレーター。リベレーターはそんなアグレッシブでなくていいんだけど。いや、これちょっとマガジンがね、もうちょっとあれば。あ、医療パックが、あれ、触れない。何これ、触れないやつか。今一番必要なものなのに。なんか下にいるけど、なんか下にいるけど、スコーチ。ちょっと修理を、え、何これ、何これ。あー、これあれか。また名前がやべえやつ、名前がやべえやつっていうか、翻訳位置を間違ってるやつ。参加招待の処理に失敗しました。もう一度お試しください。 A はこの場所ではリスポーンできません。関連メディアスラッシュ星。すげえ武器だな。これだ、この武器だけ主張が激しいよ。星マークだしユニーク的な。ああ、まあ確かにこれスコープ付きリボルバーだからユニーク武器ではあると思う。ただ、まあ、そして強かったんだけど弾が今ないはずなんだよな。だからね、早くそういう弾とかをね作れる、あのクラフトをね、クラフトオブジェクトをキャンプに設置したいんだけど、その材料もないんだよな。これだ。あ、霊発。そう、この武器が参加招待の処理に失敗しました、なんてやら略というリボルバー。ものすごい高倍率なねスコープがついてるんだけど、今弾がない。ポイントプレゼント。あ、スコーチいるよね。ここ開く？お、なんか別のやつと戦ってんのかな。お、ここにはちょっと医療品たくさんあることを期待しても良さそう。
一体一回ドア閉めよう。いて、さて、ああまだいる。ウイスキー、沸騰水、これから、あーレスポンダーなんかこの格好したレスポンダー女性ばっかりなんだけど、あ自販機ある、自販機あんのはいいんだけど、金あったかな今、結構たまった気はするんだけど、まだ来るか、たまなくなっちゃった。こんなにラット系のアイテムがこんなにあるのに、どうしてスティームパックがないんだ。メット X ない、どうしてない。ないならしゃあないな、買うしかね。もしくはこのケミストリーステーションで、作れたっけ。あーそもそも作るのにもスティームパックが必要だ、希釈されたものだけど。え、フュージョンコアって作れるの。希釈した薬品多いし、スティムパックとか超貴重品なんじゃ。うん、多分ね。いや、てか回復量もすごいんだよね。だから相当貴重品だと思う。あー、96キャップか。迷いどころだ。ちょっといらないものを売ろう。あ、売れない。そっか、自販機相手に物を売るって、そんなね、そんなこと無理だわ。まあ、買っちゃうか。一個だけ。まあ、超貴重だっていうのもあるんだけど、最初、ボルトから出るときに、いろいろ、なんだろう、必要最低限なものが置いてあって、それをね、もちろん持っていくことを前提に、ボルト内に設置されてたんだけど、それ見落として、手ぶら状態でボルトから出ちゃったから、まあ、それもあって、序盤からこんな、辛いことになってんのかも、しんない。あ、たくさん人来てるね。今日はベータ3日目の午前6時、今。だからまあ、唯一のね、休みの日の開催日だから、早起きしてやってる人多いんじゃないかな。何かが荒ぶっている。地下での生活がどんなものか、父さんの言っていた通りだった。25年もの間同じ人たちとずっと一緒に閉じ込められるのは相当な試練よ。でも彼らがカップルになって結婚して子供ができて、その様子を見ていたら父さんと母さんがいつも言っていたことがわかる気がした。思い出をたどるこの旅のついでに、懐かしいあの高校に行ってみようか。
ベッドで寝ても特に意味ないと思ってたけど、ちょっとずつであるけど回復してくんだ。医療キット1個も持ってない今はすげえ助かる。元素記号がある。もうちょっと寝よう。よし。でモーガンタウンといえばあのボルトテック大学があったとこだけど、あそこ高等学校もあったんだ。現在地がここサットンっていう町。まあ相変わらずだけど、まあ、とりあえず何でもいいからアイテム欲しい。ん？あ、喉乾いてきた。一向にスティムパ、ああ、一向にスティンパックが手に入って、あ、消えた。喉乾いてきたか。あ、ぬ、あ、でもぬかコーラ回復もできるからちょっともったいないな。ウイスキー、ウイスキー、うん、あ、てか川の水、川の水でもいいかい。よくないけど汚れてる。ああ、あー汚れてる。あ、じゃあここ汚れた水を無限に回収できるね。沸騰させたからといって放射能が薄れるわけでもないんだけど、メインをやってもいいんだけど、ベータであんまりメイン進めすぎたくないから、マップの冒険でもしたいな。回復薬なしで。この辺たくさん人いる。なんかいいとこないかな。これなんだろう。気になったところ片っ端から行ってみよう。いいアイテムを求めて。あ、そうだ、ここイベント、イベントがあるんだった。ここやっちゃおう。え、勝てえな。ファームハンドの管理者を倒す。今のボットがプロテクトロンか。そうなの。ああ、ここプレイヤー多いから勝手に倒してくれちゃいそうだけど、あれか、ファームハンド、ファームハンドってなんか名前か、そういう。レベル10。めっちゃ銃声聞こえるけど、ロボットとロボット同士でも敵対することあるのね。今のうちに。あ、いてて。レベルアップしたからいい加減。あ、このパークパックでなんかピッキング取れないかな。ああ、どうしようかな。こちらは自動メッセージ。え、何？ターゲットパラメーターをリセットして、それで安全が確保され。
られるわ。気をつけてね。あ、ファームハンドもう死んでた。あ、ここはまた別の建物か。嫌な音がする、嫌な音がする。ロボットたちが戦ってんの？ちょっと今のうちにパグいじっちゃおう。ああ、ラックが今必要だな。今運がなさすぎるからラックが必要だ。で、ボットがほぼ全滅した。これは監督官の、いや、これは公式なものではなく個人日誌にしよう。備忘録のようなものとして。別クエストのテープだ。最初の赴任先の一つが農業センターだった。子供の頃によく訪れていた農園で働けることに胸が躍った。今でも思い出すのはある年の秋祭り。私はトウモロコシ畑の迷路を闇雲に走り回った。父と母が走ると危ないよと後ろから声をかけたのに、私は止まらなかった。私の人生は常に駆け足だった。パイオニアスカウトでもリーダーになりたかった。いい生徒であるだけじゃなくオール A の生徒でいたかった。あの頃が懐かしい。ただの子供だったあの頃が、家族3人でつつましく暮らしていた小さな家が、あの家は今でもあるのだろうか。なんでこんな悲しいこと、しか言わないテープばっかりなんだ。イベント完了。ちょっとこの建物探索していこうかな。どっかに修理ステーションないか。この足音はプレイヤーの足音だな。お、いた。地下もあるんだ。なんかないか、レアなもの。俺は今レアなものが必要だ。骨骨ばっかりだな。向こうのコンテナにもなんかないか。燃えやすそう。水、スティムパックをくれ、スティムパックを。あれでもこのミスターファームハンドも敵対してこないんだけど、鉄が、鉄とか鉛片が手に入るから倒しちゃう。ラットアウェイ、ラットアウェイじゃなくてな、スティムパック欲しいんだよ。え、重量は？鉛拾いすぎたな。通常の作業に復帰。スキャンプロトコルを開始。ファームハンドもうほっとくか。あ、スティンパック。街に戻ってアイテムの解体しないとな。よし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 。お、え、骸骨だけど顔が。なんか野蛮な人がいるな。格好がすごいけど。格好やべえけど、それタンクトップにその格好、タンクトップにその斧はやべえよ。あ、この人もやべえよ。みんなやべえよ。違う、間違った、これじゃない。
こっち。いやー、個性豊かな。この なんだろう、いかにも危なそうな、温泉でもないけどなんか湧いてそうな場所、行ってみよう。でサイドクエストを全部オンにしとくか。いろいろあるんだけど、さてこの辺もう囲まれてるところは、あ、なんでもねえや。またちっちゃな町か、ここも。あ、なんかいる。ニューリバー渓谷リゾート、嫌な音がする。旧リゾート地か。お、リゾートにそんなのを置かないでくれ。行って、痛い、どんだけいるんだよ。コーラないか、コーラある、ありがて。おはようございます。おはようございます。午前7時になります。もうそろそろ。いや本当ね、開けたいんだけどさ、ロックピックスキルがまず解放されてないからレベル上げれないんだよな。困った。アイコンはこれで正しいね。ここの民家を探索してアイテム回収じゃ。ウール満載。待って待ってて、フロートフライを。素晴らしい。なんかまた荒ぶってるしな。医療アイテムがさ、ほとんどラットアウェイとかその辺ばっかりで、スティムピストルじゃなくてスティムパックが本当貴重アイテムだ。なんか食べないと。アディクトール、すべての中毒を治癒する。これ前、あの中毒症状かつ赤痢になるっていう絶望的状態があったから、そういう時に役に立つね。あれ待って、俺食料カビ生えてる。食べれないじゃんこれ。あ、グリルあった。これも腐ってる。あれ、しばらく持ってたら腐るか、そりゃ。え、料理しても腐るのかな。ログがなかったからわかんない。ここはもともとリゾートで、こういうコテージ型の貸し出しを
していたんだと。これ裏から入れる。いや入りにくいな。入れるかなこれ。開いてるからには入れると思うんだけど。めっちゃ嫌な音する。おーっとっとっと、フロートフライか。ラットローチあんまり見かけないんだよな、こういうのばっかり。めっちゃ嫌な音する。え、なんかいる。何あれ。あ、マイアラークか。マイアラークこんな気持ち悪い移動音だったっけ。おわー、出てきた出てきた。買って、行って。この中入りたいんだけど。表塞がれてるし、階段壊れてるし。マイアラグいるし。そこでマイアラーク倒したらアイテムが回収できないんだけど。おお、気持ち悪い。ゲット。この辺は食べ物系が多いな。マイアラークが勝てんだ。弾切れた。ついにこれも切れた。となるともうこれしかないんだよな。あ、コンロでもクラフトできるんだ。じゃあ作っちゃおう。あ、木材減ってきた。めちゃめちゃ重い。しかもなんかモンスターが動いてる音するし、どっか適当なところで木材回収しないとな。あ、あれか。一旦キャンプ戻ろう。あれ、キャンプに誰かがうろついてるかと思ったら、これはあれだ、デフォのキャンプだ。あ、そうだ、ここ戻っていろいろ修理とかできるの忘れてた。ここ行こう。あれ待って、その前に透過物資も降りてくるだと。でもちょっと今アイテム重量があれだから、キャンプに戻っ、マジかよ。